プレアビヘアジーンの一上団、プレアビヘアジーン周辺地図点線、1907年の、フランス作成の地図の国境線、青線、分水嶺に基づく、国境線下段プレアビヘアジーンの上空写真、プレアビヘアジーン事件とは、カンボジアとタイが互いに領有権を主張していた、プレアビヘアジーンの帰属をめぐり、カンボジア王国の帰属であるとした、ハーグの国際司法裁判所の判例である、 なお、この項目では日本語参考文献出典のプレアビ、ヘアジーンに統一するが、タイ側の故障は、プラーサーとプラウィハーンという。プレアビヘアジーンは旧世紀末に、クメール人が、ダンレク山地内の東側に混流したヒンドゥー寺院で、巡礼の地であるとともに、考古学的、美術的価値も注目される寺院であった。 この寺院は北側を除く山峰が高さ約500メートルに及ぶ断崖になっているため、北側から続く山道を通るのが当地を訪れる方法であった。タヤユタヤ王朝のサームプラヤーが1431年にカンボジアクメール帝国を攻撃死守とアンコールトムを陥落させるとともに断裂産地を支配下に置いたためプレアビヘア寺院はタイの領土となった。その後、 カンボジアは衰退の一途をたどり、1863年にはフランスの保護国となり、1867年にフランス領インドシナの一部となっている。20世紀初頭には寺院の一部は廃墟となっていた。1904年、シャム、仏条約の履行により、シャム王国はカンボジア北部のチャンパサックを含む地域とメコン川ウガンをフランスに割上した。 これにより、断裂産地の尾根にあるプレアビヘア寺院は、シャムとフランス領インドシナの国境上に位置することになった。境界線を確定すべく、シャムとカンボジアを保護国としていたフランスとの間で、国境線確定条約が締結された。これによれば、国境は断裂産地の分水嶺とし、国境確定は、両者からなる、委員会が確定するとした。委員会では、 シャムの要請に基づき、1907年にフランス当局が測量地図を作成、翌年パリでこれを交換するとともに地図をシャム側に提示した。この地図によれば、プレアビヘアジーンは分水嶺の南側、すなわちフランス領インドシナ側にあるとされていた。シャム側もプレアビヘアジーンはフランス領インドシナ側であるとすると地図を受け入れており、 1930年には、プレアビヘア寺院を、シャムの王族、ダムロン王子が巡行式訪問したが、その時には、フランスの接待を受けていた。しかし、シャムが1934年から翌年にかけて行った、調査によれば、地図の国境線と実際の分水嶺は一致しておらず、プレアビヘア寺院は、分水嶺の北側にあると判明したが、シャム側は、 フランス側に異議を唱えなかったばかりか、従来の地図を公式なものとして用いていた。1940年11月23日に、対空軍が、フランス領インドシナを爆撃し、両軍は、交戦状態となった。日本が、両国間の和平を圧戦し、1941年5月8日に、東京条約を調印することにより、紛争は、終了した。 同条約はチャンパサック及び1907年に割用されたバッタンバンシエムリアプの各州をフランスがタイに返還する内容であり、1942年7月11日の東京条約の履行により、プレアビヘア人はタイの領有に服した。1946年11月のワシントン条約により、フランス領インド島はシャムから、 バッタンバン西北部諸州を回復した。この時点で、プレアビヘア寺院は地図によれば、フランス領インドシナ川、分水嶺によれば、シャム川の未確定の土地に戻ったが、実質的には、シャムの支配下のままであった。第二次世界大戦後の1949年以降、タイは、プレアビヘア寺院内に警備兵を配置し、実行支配下に置いた。 フランス及びカンボジアはタイに対し幾度も抗議したが、無視された。カンボジアは1953年11月9日の、フランスからの独立と同時に、プレアビヘア寺院に軍を派遣して、寺院の脱会を図ったが、大軍に阻まれた。これにより、タイは、国境封鎖を行った。1958年に、両国の領土問題解決のための会議が開かれたが、 決裂し、タイとカンボジアは国交を断絶する事態となった。1959年10月6日にカンボジアは、プレアビヘア寺院の帰属、体系備兵の撤退、持ち出した美術品の返還を求め一方的に国際司法裁判所に提訴した。タイ側は、先決的公弁を提出し、国際司法裁判所に管轄権はないと争ったが、 1961年5月26日に国際司法裁判所は自らの管轄権を肯定した。1962年6月15日に判決が出されたがカンボジアの訴えを認めるものであった。判決の反しは次のようなものであった。タイ側はカンボジアが領有権の根拠としている1907年作成の 地図について委員会が作成したものではなく法的拘束力はない。また地図は分水嶺が一致しないという重大な錯誤があり、この地図にある国境線を受け入れたことはないと主張していた。それに対し判決では、対側は自身の行為による承認を明確に行っており、また言っていなかったとしても地図に疑念があれば、合理的期間内に何らかの対応を取る必要が、 あったのに、タイ側は、不作為であり黙認していた。タイ側から、プレアビヘア人問題を提起する場は1925年、1937年、1947年と、あったが地図に意義を出していない。特に1947年には、1904年の国境処理の妥当性を話し合う調停委員会が、開かれたが、この後期にもかかわらずプレアビヘア人の問題を、 提起していない。タイ側は一貫して、プレアビヘアンを所有していたし、地方行政上の行為が行われていたから、意義を出す必要はなかったと主張するが、地図に対するタイ政府の一貫した態度を否定するものではないし、1930年のダムロン王子の巡公式訪問が意味することは、理解できるはずである。 タイは1958年に問題を提起するまで、カンボジアに、プレアビヘア寺院の主権があることを黙認していたことになる。よって寺院はカンボジアに帰属することを認め、タイは、警備兵を撤退させ、寺院から運び出した、美術品を返還しなければならない。プレアビヘア寺院の主権はカンボジアにあるとされたが、寺院周辺の4.6平方キロメートルの土地の、 貴属は長らく確定していなかった。2008年7月8日に寺院が世界遺産登録される際には、太陽国のノパドンパタマ外務大臣も支持したが、大国内の政治団体や市民団体が激しく反発し、タイ国内法違反に問われ、当外務大臣は7月10日に辞任する事態になった。寺院の世界遺産登録以降、 カンボジアとタイはそれぞれ軍隊を増派し、同年7月25日には、両軍合わせて、約4000人の兵士が、プレアビヘア寺院の周辺で退治することとなった。2009年6月下旬、タイ政府は、ユネスコの世界遺産委員会に、プレアビヘア寺院の登録見直しを訴えている。また2010年には、タイの愛国者が不法入国し、 カンボジアが有罪を宣告したり、2011年には、両国が武力衝突し、死傷者を出す事態が発生した。同年7月、国際司法裁判所は、寺院及びその周辺を暫定非武装地帯に設定し、両国部隊の即時撤退を命じる仮保全措置を言い渡した。両国間では、寺院の帰属をめぐり対立していたが、同年9月に、 大首相のインラック・シナワトララがカンボジアを訪問し、紛争解決に向かって動き始め、2012年7月に国際司法裁判所の部隊撤退命令が履行され、両国の軍部隊は撤退した。2013年11月、カンボジアの提訴を受けた国際司法裁判所は、寺院周辺の土地もカンボジアに帰属すると判断し、県案の領有権問題に、 ようやく決着がつくこととなった。シャムは1939年から1945年まで、タイ。1945年から1949年まで、シャム。1949年5月11日以降、タイと国名を変えている。ありがとうございます。